どうもサンゴです。今回はエイシちゃんでダメージ10万出してみよう、イエーイ。ということでね、最近私エイシちゃんのことがすごい好きでね、よく使うようになったんですけど、このエイシちゃんの銃撃ダメージで10万出せるようになりたいなと思ったんで、ちょっと人生初めてのねダメチャレをやりたいなと思います。本当にさ、ダメチャレってやったことないから、やり方全然わかんないからさ、サンゴ流でちょっとやっていこうかなと思います。まあでも何やともあれ10万ダメダメージ出せばいいんでしょ。とりあえずフラン使ってるこの蒸発パーティーだとだいたい6万ちょいぐらい出るんですよ。でそこでちょっと私考えました。勝利先生をようちゃんかなっていう、ようちゃんが拡散反応を起こした後、ようちゃんの元素熟知の数値が1につき、チーム全員に拡散された元素のダメージはプラス 0.04% される。ということは、1で 0.04% だから、ようちゃんの今の元素熟知が903でしょ?ということは、0.3? え?36% かな?かもしれない。36% その拡散された元素のダメージがアップするんだ。8秒間。ということはようちゃんでスキル使って拡散した後に、エイシちゃんで銃撃使えばいいのかな ?8 秒間って結構早いな。あ、それプラス、この水力の4セットで拡散された元素タイプを基準に敵の元素耐性をマイナス 40% させる。なるほど。ということはやっぱりようちゃんで炎元素をめちゃめちゃ拡散させた後に、エイシちゃんで銃撃やれば10万出るかはわかんないけど、ダメージはアップするということか。なるほどね。じゃあとりあえずそれでやってみるか。でも順番がわかんない。どういう順番でやったらいいかわかんないな。炎元素つけて、あ、でもこれだと水元素拡散されてるよな。どうしよう。炎元素拡散させたいのに、炎元素拡散できないぞ。これで炎元素拡散する?わ、なんか紫が拡散された。難しい。炎元素拡散させるのは難しいぞ。リーナちゃんの水元素が常についてるからな。炎をつけて、炎、ほら、常に水ついてんだよな、この人。ここで拡散。はい、拡散されました。で、あとはもう爆発祭りすればいいってこと?溜まってない爆発。これで。あ、ダメだ。水がついてない。ほい。6万8000。あ、7万来た。いや、むずい。フリーナちゃん、水付着めっちゃ優秀な気がする。そう考えると。ずっと水ついてるぞ。ってなると、イエランとかの方がいいんじゃない?イエランだったら、こう、意図的に水付着できるよね。爆発貯める。オッケー、爆発止まった。ちょっと待ってよ、ここ慎重にやれ。ベネットくんやってから、ようちゃんで炎を拡散させて、炎を拡散させて、イエランの爆発使ってから、エイシちゃんで攻撃。で、銃撃。あ、7万せ、うわ、ベネット君の爆発終わっちゃってる。早いな、意外と。ベネット君の爆発終わんの。ちょっと、のけぞりが良くなかったから、イエランじゃなくて、ここ、ユキちゃんにしてみるか。待って、ユキちゃんって私、どんな感じだい?あれー、レベル1。あんま育ててないんすよ。ちょっと生物とかもバラバラなんだけど、イエランがつけてる生物を全部ユキちゃんに与えてみるか。よし。一旦ね、イエランとかライデン将軍から絶縁借りて、4セットで揃えて、かつ、ダメージもちゃんと出るような感じに。53% と 112%、OK? 元素熟知ゼロになっちゃった。まだ水側の元素熟知は、関係あるのかな?ちょっとわかんないけど。一旦これで行ってみるか。OK、みんなの爆発溜まりました。そしたらベネットくん爆発してスキル使って、ようちゃんで拡散して、でゆきちゃんの爆発使ってスキル使って水つけて、その状態で、ちょっと待って、その状態で銃撃7万3000。
いやでもなんか近づいた近づいたかも。あと少しな気がする。待って、そうしたら料理を食べるっていう選択肢もあるんだけど、それはもう最終にしようかなと思って。やっぱりなんか実力でいきたいからさってなると、あと他にできることあるかな。もう一個さ、案としては、あ、これ大地を流浪する楽団、これのさ4セット効果で銃撃のダメージはプラス 35% されるのね。スキルとか爆発のダメージは一体ポイして、もう銃撃のみでやるっていう作戦。しかもこれだと元素熟知も上がるしね。あ、わかった。でもさ、わかっ、あ、でも待って、わかんない。待って、わかんない。いや、なんか今思ったのがさ、このステータスをさ、会心ダメージにめっちゃ振って、で、何回もやってれば出るんじゃないかみたいな。でも会心は運に任せるみたいな。ちょっと待って、一旦確認したいことがある。ベネットくんの爆発の継続時間みたい。12秒。なるほど。ようちゃんの爆発は、8秒ね。てか、ようちゃんめっちゃ短いんだよ。で、ゆきちゃんの爆発が15秒。なるほど、ベネットくんと一緒なんだ。そしたら、ようちゃんの爆発が一番短いっていうことは、ようちゃんの爆発を最後に使いたいから、ゆきちゃんの爆発使う、ベネットくんの爆発使う、スキル使う、ようちゃんの爆発使う、スキル使う、あ、もうスキル使う、で、エンヒちゃん。これでどうかな？いきます。なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、あれ、なんだっけ、あ、そう、ゆきちゃんの爆発使ってスキル使って、ベネットくん爆発使ってスキル使って、ようちゃん爆発、これで炎拡散してくれ。よし、で、ここで爆発使ってからの銃撃。あ、なんか全然入んなかった今ダメージ。あ、蒸発で起こってないんだ多分。いや、蒸発ちょ、そう、ゆきちゃん通常攻撃振らないとあれなんだよね、水出ないから蒸発起こんないんだよな。それ忘れちゃうんだよな。フリーナちゃんはさ、通常攻撃振らなくても水つけてくれるから忘れがちなんだよな。それ、ゆきちゃんの爆発は通常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 。爆発してスキル使って、爆発してスキル使って、爆発して炎を拡散させて、 OK、 拡散起こった。で、通常振る、水をつける、そして銃撃。8万、うわー、8万か。あと2万。作戦会議、エンシちゃんのレベル上げてみるか。え、でも本ねえわ。目指せ10万、いけるぜ、我々ならやれる、頑張れみんな、拡散させて、通常攻撃振って、そして、あー、またアブリアする。あ、4万。いや、ちょっとでも、もう一回、もう一回ちょっと諦めないで、諦めないで。炎拡散。よし、ナイス。やっべー、こんなに大変だったなんて、知らなかった。まあでも何はともあれ、10万ダメージ出せばいいんでしょ。大連将軍普通に30万でなのに。いやー、そう考えると星ゴントツマジ怖いな。これさ、ようちゃんじゃなくてスクロースさんにしようかなと思って。スクロースさんがさ、元素熟知確か上げられたよね。ほら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 、スクロースが拡散反応を起こした時、チームメンバー全員の元素熟知はプラス 50% されるんですよ。かつ、スキルと爆発が命中したとき、スクロースの元素熟知 20% 基準に、チーム全員の元素熟知を強化するっていう。だから、もう元素熟知上げちゃうもんっていう子だから、この子をちょっと編成してみたいんだけど、あんまり育ててないんですよ。まあ、生物はさ、ようちゃんが使ってたやつを与えるってことはできますけど、レベルがね、80突破してないんだよね。で、テンプもあんまり上がってないんだよね。この状態でどれぐらい変わるんだろう。まあ、いや、一旦やってみるか。私は計算できないんでね、全部やるしかないんで。OK! 全部奪いました。これで、元素熟知が824と。バフデバフがなくなるから、どうなるんだろう。あ、でも全員星4だ。最近星4好きだから。いい感じ。あー、見て、綺麗な夕日出せます、これできっと。さあ、まずはみんなの爆発を溜めるところから始める。 OK、 溜まった。順番的にはさっきと一緒で大丈夫かな。ゆきちゃん爆発して、スクロースさん爆発からのスキルして、爆発して、あ、間違えた順番。まあいいや、これでいけ。7万。いや、でも
いい感じな気がする。じゃあさっき順番見せたから、こうしてこうしてでこうしてこうしてこうなんよ。最後にスクロースターだった、間違えた。さっきで爆発しといて銃撃、あやばい水つけてなかった。9万出たよね今。今9万出たよね、今9万出たよね、9万出て、いける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 。オッケー来たー、いきます。はいはいでしょ、はいはいでしょ、ではいでしょ、ではいでしょ、で爆発してからの銃撃。あ待って水つけるの忘れてた、また。あ水つけるのいつも忘れちゃうな。待って、エイシャの爆発ってさ、炎元素範囲ダメージがなかったっけ。あ銃撃ダメージアップすんだ、うんー、なるほどね。参ります、今度こそ、今度こそこれで行ってやる。キャラチェンない、なるべくダラダラに最短でやる。あ待って、爆発触ってない、続く振って、やばいバリアしてるこの人。いやしかもスクロスさんの拡散が。お前なんか嫌いな。まあでも爆発とスキルを当てないと元素熟知が強化されないから、まあ、だから当てることはちゃんとしよう。やっぱエイシちゃんのその爆発もちゃんと使わないとダメなんだ。やばい、私コーギーのさ攻撃避けられるようになってるぞ、この数時間で成長している。ということはこれはもうゴールが近いということではないでしょうか。いきます、スキル使ってから爆発からの爆発使って通常ちょっと振ってからの銃撃。うわあ、出た出た、あれ今出た、あれ今出た、あれちょっと一旦ビデオ判定入らせていただきます。はい、挑戦始まりました。まず全員の爆発とスキルを使ってますね。ベネット君使ってスクローさん使ってその手一緒爆発、その後だよ、ここ 1,10,100,1000 マジマ、やったー。 122,151 出てます。いや、ついに最近推しのエイシちゃんで10万ダメージを出すことができました。いやーでも思ったよりめっちゃ時間が2時間ぐらいかかったなー。いやでも今回の企画でちょっといろいろ勉強になった気がするなー。フリーナちゃんの水元素付着が意外といいっていうのと、蒸発は元素熟知が結構大事っていうのと、あとコーギーさんがうざいっていうのと、結果コーギーさんがうざい。いやでもなんか他の人でもやってみたいな。っていうかなんかスクロースさんめっちゃあれだわ、久しぶりに使ったらよかったわ。あでもそう、カウちゃんを引くためにちょっとここから素材集めに入りたいから、一旦ね他の方の育成は一時中断して、カウちゃんのガチャが来るまではねちょっと素材集め頑張りたいと思います。ということでここまで見守ってくれた方ありがとうございました。無事に10万ダメージ出せましたということで、お疲れ様でした。